はい、本日はですね、買ってよかったおすすめのライトダウン5選というのをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちらにずらっとライトダウンを、並ばさせていただきました。ライトダウンって何ですのと、ダウンジャケットと何が違いますのということなんですけどね、僕が勝手に位置付けしたんですけども、ライトダウンというと、インナーとして着るというかね、例えばこういうのやったら分かりやすいですね。薄いダウンジャケットでもあるし、中綿ジャケットやねんけども、この上からもね、さらにいろんなマウンテンパーカーとかも着たりもできるし、もちろんこれ1枚でも着れる、これをライトダウンということでね、勝手に定義してるわけなんですけども、その比較的薄い、ちょうど今ぐらいからも使えるし、なおかつ冬場やったらインナーとしても使えるライトダウンジャケットでどれがいいのと。で、結構ね、本格的なダウンジャケットってもう真冬しか着いひんねんけども、こういう薄めのねライトダウンって結構使える時期長いんですよ。だからね、僕は冬になったら1着は持っといてくださいと。この1着どれでもいいから、とにかくライトダウンは持っといてくれたらめちゃくちゃ使う時期長いですよというのはね、常々動画でも言わせていただいてて、この話をすると、また冬が来たなと、拓蔵がまたライトダウンのことをお勧めしだしたなと、もうこんな時期かなんて思ってくださってる方もいらっしゃるかなとは思うんですが、今日はその中でもね、僕がこれ5選はねおすすめできますよというところをね、お話しさせていただこうと思っております。なので本日の流れとしては5つご紹介していくんですけども、その5つがどういう時に良かったんかっていうのをね、お話ししたいなと思いますし、それ以外にもね、よくね質問されるライトダウンもあるんですよ。で、これどうですかと、めっちゃいいんですかって聞かれるんだけど、いや正直あなたの用途にはこれ向いてないですよとか、あなたの用途にはこれむしろ絶対買った方がいいと思いますよみたいな話をよくするんですけどね、今日はその辺の話なんかをねしていきたいなと思います。じゃあもう早速いきます。まず一つ目が何かというと、おすすめのライトダウンジャケットは何かというと、こちらです。ズドン、モンベルのスペリオダウンジャケットということになっておりまして、これはね、パッと見てね、あれ見たことあるなって思いはる方いらっしゃるんちゃいます？っていうのも、大体会社とかでね、数百人数十人いるぐらいの会社やったら、大体一人はこれ着てると思います。ジムのおばちゃんが着てたりとか、あと営業の若い男の子が着てたりするんやけども、結構ねこれはね、仕事とかでも使ってはる方多いから、なんか見たことあるなって感じだと思うんですけど、ちょっとね僕の中では結構珍しいんですけど、こういった首元がラウンドタイプというかね、襟がないタイプになってて、よく女性とかやったらね、こういうタイプの襟元ありますよね。だから女性がねこれ着てるする方もいらっしゃるんですけど、これがなんでおすすめなんかっていうところですよね。めちゃくちゃ詳しく説明してるっていうのはね、また別動画で説明してるんですよ。ユニクロとの比較とかしたりしてるんで、それは以下置いといて、こういうね収納スタッフというか袋もあるんですっていう話もしてるから、それは一回置いときましょう。そんな細かい話はどうでもいいとして、これなんでいいかというとね、やっぱコスパめちゃくちゃ安いんですよね。でも値段だけ聞いたらね、そんな安ないですよ。1万円ちょっとぐらいか、めちゃくちゃ安いって言うと、お前1000円とか2000円かなと思ったら1万円するやないかと思うかもしれないですけど、性能を考えたらめちゃくちゃ安いんですよ。性能って何ですか言うとね、この中に入ってるね綿がね、めちゃくちゃええ綿使ってるんですわ。でね、綿の話聞くとね、出ました、また綿の話、フィルパワーでしょと、そんな目に見えへんところの話してどないすんねんって思い張る方もいらっしゃるかなと思うんですけど、やっぱあったかさが違うんですよね。だからね、こんなペタペタで薄くてこんなんであったかいと思うんやけども、やっぱり綿がね高品質やから、やっぱあったかいんですよね。で、面白いもんでね、この綿のね数値もね、レベルみたいな感じでね、ドラクエとかでもね、レベルあるじゃないですか。ポケモンもレベルあるでしょ。そんな感じでね、99までいったらポケモンもレベル高いですよね。で、最初だいたいマサラタウンから始まった時ってレベル1から始まるじゃないですか。で、99まで上げるのめちゃくちゃ大変やねんけど、たまに友達とかでこっそり裏技使って99にしてるやつおるんよと。で、大体そういうやつのポケモン見たらですね、なんか表記、名前の表記バグってるんよというのが結構あるやるやったかなと思うんですけど、僕と同じ年代の方ですね、あったあったと。なんかミュウツーこいつ持ってて99やねんけど、名前バグってんねんっていうね、結構あったと思うんですけども、何の話をしてたかちょっとよくわからんくなったけども、このね、中綿もね、レベルがあるんですよ。で、そのレベルがね、やっぱりね、1000とかやったらめちゃくちゃすごい。でも大体一般的なレベルって言ったら500ぐらいなんですね。500っていう数値が大体フィールパワーって言ったらね、普通ぐらいかなと。で、悪いものやったら400とかもあったりするんですけど、大体500ぐらいが一般的かなっていう感じなんですけど、これね、確か700とか800ぐらいあったんですよ。もうはっきり覚えてへんけどね。それは詳しい動画見てもらっていいんですけど、さっきのポケモンで言ったら80ぐらいあるんかな、レベル的には。80まであったら、そこそこ強いでって感じじゃないですか。それがまずこの一つ目ね。で、なおかつ、それが1万円って考えると、確かに安いやんと。最初1枚で聞いたら高いなと思ったけども、確かにそれぐらいレベル高いんやったら分かるよねというところでね、このスペリオダウンがおすすめかなと思います。結構ね、皆さんおすすめされてる方も多いです。だからね、ユニクロを普段着てはるんやけど、もう一個ちょっとレベル上げたいって方はまずこれですよね。で、その次に、インナーダウンいきます。この調子でいったらもう何分喋るか分からないから、パパパって言いますね。次が同じモンベルから出てるこちら、これなんていうダウンジャケットやったか忘れたけど、結構比較的薄いんですよ。こんな薄いの何がいいのって、袖見てください。
さっき言うてたレベルのやつがこれ1000ですやんと、うわえげつないの出てきましたねということで、僕が今知る限りアウトドアメーカーファッションブランド全世界のアパレル洋服知ってる限りで言うと、このダウンの数値が1000あるのっていうのはめちゃくちゃ少ないんですね。てか1000以上のやつってほぼ見たことないんですよ。だからこれがほぼもう最高品質って言っても過言じゃないぐらいいい綿が使われてるんですよね。だからちょっと値段は高くなるんですけども、それでもね、あのちょっと薄めのねダウンジャケットが欲しいって思ってはる方なんかはね、あの一番高品質なのちょっと買ってもどうですかと。いくら1000って言ったってね、やっぱ量はちょっと少ないんですよ。だからこうやってすっきりした感じで着れて、さらにこの上から着れるんやけども、もっとあったかくなりたいんやったら800とかね、数字落としてもいいから、とにかく量が入ってるやつをねいっぱいやっていく。まあ僕よくご飯で例えるんですけどね、お肉もそうじゃないですか。英語の肉めっちゃいい肉って言ったって 10g しか食べへんかったらお腹減りますよね。やけど A3 でランク落ちても 300g あったらもうお腹パンパンになるじゃないですか。まあそれと一緒で、いくら品質が高いフィルパーでも、まあ量が少なかったらそこまであったかさはない。でもその分すっきりしてるっていうのがあって、逆にフィルパーはもうちょっと下げて700とかでももう綿パンパンに入れたらあったかくなるって、まあこれヌプシとかがそうなんですけどね、ノースフェイスの。まあそんなんがあったりするんですけど、まあこれに関してはライトダウンということで今日喋ってるからね、まあ、まあそこはあの本格的なダウンじゃないんですけど、まあ1000あってね、これだけのすっきりさがあったらね、そら綿の量少ないんやけどもあったかいんよと。それがね体感できるのがこのモンベルの、イグニスダウンや。今思い出しました、喋りながら思い出すということでね、なんかパーンと降りてきましたわ。何やったかなと思いながら喋ってた、イグニスでした。イグニスダウンパーカーということで、これよく聞かれるんですよ。おすすめですかとか、めっちゃいいですかって言われるんだけど、いやこういうライトダウンを欲しい方やったらいいと思うんですけど、本格的なダウンだから雪国に住んでる方とかやったらもうこれじゃサブって当然無理やと思うんですけど、薄めのダウンが欲しいとか中に着れるダウンが欲しいっていう方なんかにはね、これ1000はね、他のメーカーやったらね、これ3万とかでよう買われんからね、他のメーカーで1000フィルパーなんか出そうと思ったらそれは7万とかね、やっぱ6万とかしてくると思うんですけど、それはねやっぱ日本のモンベルやなと思ってすごいなと思うんですけど、これが2つ目。ちょっとねあのダウン系になったらね、ちょっと喋んの多いからね、ちょっと短めにね動画作りたいなと思ってるんやけども、ついつい喋っちゃう。ほんまねこの後も動画撮るやついっぱいあるからね、もうキュッとタイトに終わらせたいんだけども、ついついべしゃりがね止まらないということで、3つ目いきますわ。3つ目何かというとね、まあ、1つ目がコスパでしょ、で2つ目は品質重視でいったでしょ、でこの3つ目またコスパ重視でいきます。これねノースフェイスから出てるジャケットで、こうパッと見た感じってどっちかというと本格的なダウンジャケットに見えるじゃないですか。えこれ本格的なダウンジャケットちゃうって思い張る方もいらっしゃると思いますけど、これ実はね中に着るようとして作られてるんですよ。だからね、まあこれちょっとね、僕が今着てる色はなんていうの、金分色というんかな、ちょっと黄金虫色っぽい感じの色、金分色っぽい色になっちゃってるから、ちょっとなんかあの微妙ですわと思うかもしれないけど、まあブラックとかもあったりするからね、まあそういったシンプルなやつに着とけば、まあ、全然普通やと思うんですけど、どのジャケットのインナーとして作られたかというとね、こちらご存知、あのかの有名なマウンテンライトジャケットのインナーとして作られてるんですよ。だからね、結構皆さんこれ持ってはる方多いでしょ。でマウンテンライトだけじゃなくてマウンテンジャケット、これでもいいんですけど、これでも中に仕込めるということになってて、それ用にね袖口であったり、あと首元っていうのがそれ対応になってるんで、例えばこのマウンテンジャケットにこれひっつけちゃったら、もう理論的にはですよ、理論的にはこのマウンテンダウンジャケットとまあほぼほぼ同等になってくるんですね。まあ細かいこと言えたら違うけども、要はマウンテンジャケット、これマウンテンにダウンを入れたジャケットでも、この今僕が着てる金分をですね、このマウンテンジャケットに掘り込むことによって、これマウンテンダウンジャケットとほぼ同等じゃねえということ でしかもマウンテンダウンはこれもちろん冬しか着れませんよ。だって中にダウン入ってるんだもの、取れないからそれは冬しか着れないよね。だけどこっちに関しては冬場はこのセットで着るけども、ちょっと春先になったりしたらこの中のダウン抜いたらいいだけやし、それこそ秋口で寒い時とかやったらこのマウンテンジャケットは外してこの中のダウンだけ着ちゃうみたいな着方もできるんですよ。だから性能云々っていうところで言うと、まあ、ちょっとね物足りひん部分もあったりするんやけど、あこうやって重ね着していくんやねとか、ともすれば天気とかによったら別々でも着ていけるんだねっていうところを見るとね、あの使える用途の広さっていうところで言うと、まあ、おすすめなんかなと。特にマウンテンライト持ってたりマウンテンジャケット持ってはる方にはね、こう応用の幅を利かすというか、今持ってるあのマウンテンパーカーをより横に広げるためにはね、こういったものもありなんかなというところでね、まあ、性能として僕個人的にはそんなにあの背中を押せるもんではないんですけど、一つこう幅を持たせるということでねいいんかなというところで、こちら3つ目としてご紹介させていただきました。そして4つ目がこちら、まあ、僕の動画ではねもうほんまによく出てきてるんですけど、こちらのノースフェイスサンダージャケットというこちら、一応、ユニクロでいうところのウルトラライトダウンですね、あのジャケットがノースフェイスバージョンで言うとこれですわ。もうパッて見たらあのこのスッキ
キリしたシルエット、そしてこうやって動いててもこう背中がね突っ張ったりせずにこう綺麗にね動いてくれるから、動きやすさも担保されてスタイリッシュな見た目、そしてあったかい。じゃあこれはもうどうなんですか、値段いくらって言ったら2万7000円ぐらいということで、なかなかいいお値段はするんですけども、一着持っとったらこういったスタイリッシュな見た目でこう壁に背中ひっつけてちょっと横でも向いたらモデルっぽくなっちゃうよねっていうようなね、このスタイリッシュさあるじゃないですか。でまあそれ以外にもね、僕はまあ見た目云々っていうのはそんな気に入ってるわけじゃないんやけども、この裏側のね手入れたところとかにフリーズ使われてるのって、やっぱりこういうのってこってやなね、ここまでいかへんし、ユニクロのジャケットとかもいいと思うんですけど、やっぱそういう細かいところがなかったりするじゃないですか。例えばこうやって内側にね、まあ、インナーにねポケットあったりするっていうところで、これをね通勤着として着はる人とかやったらこう定期とかねここにピュッて入れとくっていうのも手やとは思うんですけど、まあ、そういった細かい配慮がされてるのがいいんかなと思います。僕自身もねこのジャケットってほんまにもう6年7年ぐらい着てるようなジャケットやからね、まあ、これの良さはね今まで散々喋ったことあるから、まあまあまあこの辺でいいでしょう。で今ので4つでしょ。最後5つ目、これええですよ、これいいです。何ですかって言ったらね、こちらのアトム AR フーディーアークテリクスになっております。でアークテリクスと聞くとですね、皆さん大体パッてイメージとして思い浮かぶのは、リュックちゃいますのとか、あとマウンテンパーカーちゃいますのっていう思うじゃないですか。いやいやこのアトムなんよと、このアトムがええんよということでね、あの街の喫茶店でもたまにありますよね、コーヒーにこだわってますって看板に書いてるけど、いざ入ってみたらオレンジジュースがうまいやないかと、ここコーヒーにこだわってる言う割にはオレンジジュースの値段も高いし、めちゃくちゃオレンジジュースうまいやないかと、なんやったらもう看板にコーヒーとオレンジジュースにこだわってるって書いてくれっていうぐらい、店のメインとしてるものじゃなくて意外とサブの方がうまかったって、あのよく蕎麦屋もありますよね、あのお蕎麦屋さんやねんけどもカレーがうまいというね、それと全く同じ理論なんですけど、アークテリクスってカバンとかマウンテンパーカーってみんな行きがちやねんけど、ちょい街と、あ実はアトム AR がそこのサブで一番いいところにあるんよと。だからアークテリクスまず何買ったらいいですかって僕聞かれたらですね、とにかくアトム AR に走ってくださいと、あれいっとって失敗ないですよと思えるぐらいね、いいジャケットなんで、これなんでいいかって言ったらね、もうほぼ万人に受けるんですよ。僕みたいに結構寒がり、まあ僕結構寒がりなんですけど、寒がりな人とかやったらほんまに秋口の寒い11月とかにちょっと寒い時期とかにパッて上羽織っていけるし、もちろん車の運転とかも楽ちんやし、それ以外にやったらちょっと真冬になってきたりしたら、これはねもうインナーにしちゃって上からシェルとかバッて羽織っちゃうっていうこともできる。でそれ以外にもね、北海道の方とかで聞いたんがね、意外と北海道って薄着するらしいんですよ。なんでなんですかって聞いたらね、北海道って部屋の温度めっちゃあったかくしてるらしいんですね、みんながね。だからあんま厚着していくと部屋の中が暑いからっていうことで、結構薄着しある方多いらしいんですけど、そういう方なんかもね、これぐらいの綿の量やったらね、まあ、ちょっと 2,3 分外パッていくぐらいと全然いけるし、で誰かの家入っても、まあ、これだね寒いいうことはないからね、まあ、そんな方にも使える。そして暑がりの方ね、暑いんですわと、もう冬ダウンジャケットなんか着ませんねんいう方はね、これ一応中に綿入ってるけどダウンではないんですよ。だからそこまでめちゃくちゃ暑いっていうところまでいかないんですよね、まあ、ほどほどにあったかいぐらい終われるから、暑がりの方でかいだったらこれ1枚できるし、で寒がりの方だったらこれ1枚じゃ到底寒いから、さらにもう1個羽織るというような使い方ができるので、結構いろんな人に当てはまるんですよ。ほんでそれでいてダウンジャケットとは違うから取り扱いが楽と、ダウンジャケットも絶対クリーニング出すしかないけど、これは手洗いもできますよと、まあ、そんなところでねいいんかなと思います。あのアークテリクスの回しもんみたいな感じでね、あのアトムエアルめちゃくちゃ押しましたけども、まあ、この5つぐらいがね僕個人的にはめちゃくちゃ使えるんちゃうかなと。で僕の視聴者さんの層的にもね、まあ、30代とか異常の方が多いので、まあそれは社会人になってるからね、まあいろいろ付き合いがあったりとか、まあいろいろ出かけやなあかん時とかあるじゃないですか、車乗らなあかん時とかね、まあそんな時とかいろいろ考えたりしたら、まあアトム AR はね今日使いやすいんかなと思うし、まあ最初からもう一回総括いきますよ。あの一番最初に紹介したこれはもうコスパ重視、スペリオダウンでもコスパとしてはもうズバ抜けてますよと。それは値段だけ聞いたらそんなに安ないんやけど、コスパは良かったよねということですよね。で次にこれなんやったっけな、名前が忘れたけども、これはあのお話しした、ポケモンジャケットですね、あのミュージャケットですね、ミュウツージャケットというジャケットで、これ1000フィルパーも洗脳レベルは、次マンジャケマンライ持ってる人やったらこれでしょうと、マンジャケマンライって言ったことないけど、まあこれでしょうという話がしてたりだとか、あとまあもうウルトラライトダウン的なやつノースフェイスで何って言われたらこれなんですね、サンダージャケットということになってて、で最後に紹介したアークテリクスといえば蕎麦屋のカレーなんやと、でコーヒー店でいうとこのオレンジジュースはこれですよというのがアトムエアルフリーというこの5点になってまして、一応リンクはね下に全部貼ってあるんですけども、まあそれぞれ
れね皆さんの用途によって、まあ、その辺は見ていただければいいかなと思うんですけど、僕がよく使ってるっていうのはやっぱり一番めちゃくちゃ使ってるのはアトムなんですけどね、まあ、この5点はねどれ買ってもねそんな大きい失敗はないんちゃうかなということでご紹介させていただきました。ということで本日はですね、買ってよかった中輪ライトダウンジャケットを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。